第72回兵庫リレーカーニバル、昨日そして今日と行われていますが、残すところ高校生のリレー種目のみということになりました。ここからは高校女子 400m リレーの決勝戦の模様を実況生中継でお伝えしてまいります。まだまだ強く雨が降りしきる中のユニバー記念競技場です。さあ中村さん、はい、まずは高校女子のリレー決勝戦ですね、はい、いや楽しみですけれども、どうでしょう、この雨もね降っていますが、まだまだ応援している方々もスタンドにいますしね、はい、はい、この後いいレースを期待楽しみにしたいと思います、はい、さあ見どころどうでしょう、はい、8レーンの山手、はい、から7レーンの滝川台に去年の覇者ですが、それに園田、6レーンの園田がどういうふうに絡むかということです、はい、でその3チームは昨年の、ユース大会、1、2年生だけで戦う大会ですけれども、はい、そのリレーでも、滝川第2が1位、2位が山手、はい、3位が園田という形で入っております、はい、で最終的には近畿大会に行きまして、近畿では園田が6位に入ってます、はい、まあ、そんなところで、ちょっと園田の急成長ということではないんですけどね、伸びてこの2チームに絡んできているというのが現在の状況かなというふうに思います。そうですか、はい、非常に楽しみなレースをこの後迎えます。高校女子の 400m リレーの決勝です。2レーンは天ヶ崎市立天ヶ崎、通称一山、初優勝を目指します。第3レーンは天ヶ崎創成、こちらも初優勝を狙います。第4レーン、こちらも初優勝を目指します、去年4位県立西宮。5レーンも勝てば初優勝、去年5位の姫路女学院。6レーン、2年ぶり8度目の優勝を狙うのは園田。7レーン、連覇を狙う滝川第二。8レーン、3年ぶり2度目の優勝を目指します山手。9レーンは初優勝を狙う明石北ということになりました。去年もやはり滝川大に園田、山手を中心としたレースになりましたもんね、はい、今年はどこが栄冠を勝ち取るのか。スタートを切ってきました。スタンドからも大きな声援という横一線ですね、3チームはね。そうですね、はい、はい、6レーン園田、7レーン滝川第二、8レーン山手。さあかなり混戦になっています。園田が前に来ました。来ましたね、来ましたね、内側、はいはい、園田が少し前に出た。園田、滝川第二、山手がバトンが渡らないか、どうだ。さあ2チームに絞られましたか、園田そして山手。園田がリード、その向こう側滝川台に来ました、はい、園田、滝川台に、園田、本田選手です、はい、滝川台に追いかける。園田が逃げる、どうだ、優勝は園田、2年ぶり8度目園田が優勝。2着は滝川台に、連覇ならず。3着姫路女学院、4着は山手ということになりました。いや手に汗握る好レースになりました ね、 ね、はい、ちょっと山手のバトンミスがありましたので、はい、第3走以降は園田と滝川大の一騎打ちになりましたが、はい、今回のリレーカーニバルは園田が2年ぶり8度目の優勝ということになりました。園田は去年2位でしたから悔しさを晴らす、そんなレースになりました。はい、見事高校女子 400m リレーを制しました。2年ぶり8度目の優勝、園田高校アンカーの本田夏選手に話を伺います。今どんなお気持ちですか。みんなで、練習して絶対優勝するって決めてここまで頑張ってきたので、最後までバトンがつながって1位でゴールできてとても嬉しいです。この大会は去年は2位という結果でしたが、そこからのこの1年間相当練習も積んできましたか。はい、冬季もきついこともあったんですけど、チームみんなで声出し合ったり支えたりしてたくさん練習したので、これができたかなと思います。そしてスタンドからの声援もすごい大きかったですね。
今年は人数がもっと増えて、スタンドからのめちゃくちゃたくさんの熱い応援のおかげで優勝することができました。今後はどんな走りを目指していきたいですか？これから もっと上に行けるように、インターハイでも活躍できるように、チーム全体で頑張っていきたいです。おめでとうございます。見事制しました園田高校のアンカー本田夏選手でした。笑顔です。改めて中村さん、どんなレースでしたか？はい、3チームの競いということなんですけれども、山手がちょっとバトンミスがありましたけどね、またインターハイに向けてリベンジを果たしてもらいたいもんだなというふうに思います。で今園田の全国をという話がありましたけども、ここ3年ほどはここでリレーカーニバルで優勝したチームが確実にインターハイに駒を進めているんですよね。そんなところで他のチームもそれに追いつけ追い越せでしっかり調整して、今後の大会にまた臨んでいただきたいなというふうに思います。勝って流す涙、園田です。2年ぶりの優勝、